あの黒い光の柱は一体何なんだ。大将、俺はあんなもの今まで見たことがないぜ。15年前と全く同じ光景だ。エイトリード復活の儀式が始まったのだ。あの光の下にテテルバがいる。団長、敵は正面にいくつもの防衛線を引いています。おそらくはエイトリード召喚のための時間を稼ごうとしているのでしょう。それに対抗しギルドは戦略兵器を多く展開しています。ならその援護を頼って中央突破するほかねえな。俺たちにはもたもたしている余裕はねえからな。全軍進め。目標は黒き光の柱、インペリウム中央にある古代神殿。
感謝します。奴ら、前回の陽動作戦で兵力の大半を消耗したようだな。防衛線を突破した後はそれほど抵抗がありませんでしたからね。大将、この様子だと神殿まではすんなりと行かせてもらえそうだぜ。くそ、行ったそばからこれかよ。これは復活の儀式の影響で魔物たちが活性化しているようですね。そりゃオルドの連中がいないわけだぜ。大将、こっちに来るぞ。こいつら、前よりも強くなってないか。
力が弱まっている反面、ヘイトリードの影響が強くなっているのだと思います。大将、こりゃ早いとこ蹴りをつけねえとな。
足を踏み入れさせん。大将、
ありゃ前に隠し砦で戦った部隊だぜ。団長、この匂いは火薬の匂いだぜ。そこらに転がってる樽の中身はまさか。俺の名はオルド三傑、最後の一人アルダ。お前たちが撃ったバストボンは俺の戦友だった。戦友だったんだ。二人の仇笑わせてもらうぞ。
こだ。リードをもうすぐ復活させる。その時こそ俺たちを蔑んだ連中を。戦友のところに行ってやんな。大将、ヘイトリードが復活する前に事を片付けようぜ。
滑った。お前たちが道を開いてくれたおかげで、我々も大した被害もなくここにたどり着くことができた。光の柱の中心はもうすぐだ。テテルバを撃ち、この戦いに終止符を打つぞ。